こんにちは。ちょうどいい高断熱住宅専門家の杉浦です。今回はですね、メディアの情報に騙されるなっていうテーマでお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。これ今ですね、このまあこれ昔からなんでしょうけども、私これ最近気づきまして、メディアで流される情報っていうのがものすごくその方向性を持ってるっていうのに気づいたんですね。どっかのメディアっていうか、なんかのニュースをですね、見かけるとどこもみんな同じニュースを流してるわけです。あんなのってやっぱ普通考えたらおかしくて、その一つのですね、物事に対していろんな見方があるわけですから、当然反対の意見なんかもたくさん出てくるはずなんですけども、全く同じ内容のニュースが流れてますよね。まあ最近だと僕ちょっとあれはおかしいなと思ってるのが、ミャンマーとかですね、軍事クーデターとか言ってますけど、ああいうのもみんなが同じニュース流してるんでちょっとおかしいなと思ってます。で、実際そのまあ僕そういうのはおかしいなと思って調べるのが趣味なんですけども、でまあ家とかね、僕たちの生活で身近なことについてちょっとこれお話ししたいなと思います。でまずですね、第一、これも絶対嘘だなと思ったのが二酸化炭素です。二酸化炭素で地球が温暖化してるっていう話なんですけども、まああれ、まあほぼほぼ僕は嘘だろうなと思ってるんですね。でそれなんでかっていうと、まあこういう本読んだりとか、こういうね、正しく知る地球温暖化っていうのを読んでみたりとかよくしてるんですけど、なんかおかしいなと思ったら、まあなんかいろいろちょっと調べてみてるんですね。まあそもそもが二酸化炭素でどれぐらい地球が温暖化できるんだっていう話で、なんかそういう実験してる人の YouTube とかを見てみたんですけど、こう二酸化炭素の温暖化の影響ってものすごく少ないんですよ、実は。だからこれはもうなんか実験したらちょっとわかるようなレベルの話で、でしかもね、こういう本とかね、いろいろ見てると、実は温暖化すると二酸化炭素が増えるっていう、その順番逆なんですよね。だからまあ過去、まあ何十万年とか何億年って地球のこう気温がなんかで調べて分かるみたいで、それを調べると結局地球の温度が温暖化すると二酸化炭素も増えてるっていう、そういう相関関係にあるそうです。でこれ実際にですね、地球温暖化って言ってますけど、地球って温暖化したり寒冷化したりっていうことをずっと繰り返してるんですね。でちなみに縄文時代って皆さんご存知だと思うんですけども、1万6000年前とかで、その頃って日本、まあ、で言うと今よりも3度ぐらい気温が高かったらしいんですよ。まあですから、その縄文時代の遺跡っていうと、まあ、北海道とかね、東北とかあの辺にたくさん見られる。でその当時は当然、まあ地球全体が暖かいので、海面がすごく高くてですね、縄文海進っていう言われるような現象が起きてて、まあ実際にこう海のその海水面がですね、だいぶ高かったみたいなんですね。ですからまあ言うたら縄文時代でも今より気温が高かった時期があるっていうことなので、まあこんなもんで地球の温暖化なんかしないですよっていう話です。だから今の地球の温暖化って温暖化してるんですよ。1700年ぐらいがすごく低い時期あって、そこからじわ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 上がってこう上がってはきてるんですけども、それはその地球のそのまあ言ったら自然変動で、まあそういう上がる下がるの上がる周期に今あるっていうだけのことです。まあその辺はですね、こうミランコビッチサイクルとか、あと縄文海進とかですね、縄文時代の気温とかって検索してもらえば出ると思いますので、でその気温と二酸化炭素の関係とか見てもらうと、まあ、それすぐ分かると思うんで、まあこんな見てもらったら調べてもらえばいいかなと思います。で次、電気自動車なんですけど、これなんかエコだからいいっていう話がすごい出回ってますけども、実際にはですね、そんなにエコじゃなくて、そのじゃ電気自動車の電気誰が作るんだっていう話なんですよ。こう電気自動車が普及して全部が電気自動車になるとしたら、その今の発
発電量をですね、まださらに上げていかないといけないんですね。まあ、そうすると、まあ、今だと火力発電がほとんどなので、まあ、火力発電がもっともっと稼働することになるので、まあ、本当に二酸化炭素の問題出てきますよね。だけど、まあ、この電気自動車の問題って実は電気自動車をこう走らせるためには電気がたくさんいりますよと。じゃあその電気どうするんですかっていうと、火力発電所で発電したらいいんじゃないのって言うけど、火力発電っていうのは二酸化炭素の問題あるからダメだよねと。じゃあどうするのっていうと、これ原発になります。だから原発を推進するために今こう電気自動車っていうのがどん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 普及しないといけない。でまあこれ普及しちゃえばもう原発するしかないので、これ実はですね原発とものすごく関係のある話になります。で次に今度水素自動車なんですけど、これいいですよね。僕も昔まあ電気自動車も水素自動車もいいなと思ってたんですけども、最近ねいろいろまあ頭のいい人と話してたら、あんなんダメですよっていう話聞きまして、でじゃあなんでダメなのかっていう話なんですけど、これそもそもね今の水素って何で作ってるかご存知でしょうか。これね天然ガスから作ってるんですよ。だからそもそも水素自動車のための水素を天然ガスから作ってるんで、どうなんですかねそれ、枯渇資源のなんていうのかな抑制にもならないですよねそれ。で今度水素って水を電気分解、水をですね電気分解すれば水素を作れるじゃないかっていう話があるんですけど、電気分解っていうところがすごいミソで、水を電気分解して水素を作ろうと思うととんでもない電気が必要ならしいんですよ。だからこれもすごくやっぱり現実的じゃなくて、まあ多分水で作ろうと思うとこれもまあ原発がないと無理なんですよね多分。まあ火力発電使わないとしたら、だからこれも水素自動車もなんかいいような感じなんですけど、そもそも今の水素は天然ガスから作ってて、その天然ガスから作るのやめて水から作ろうと思うと大量の電気が必要で、その大量の電気を作るためにはまあ火力発電だったらいいんだけど、火力発電は二酸化炭素の問題がダメで、じゃあ原発だねっていう風になっていくっていう感じだそうです。ですからまあもう単純にですね、この二酸化炭素がとか電気がとか水素がとか聞いてその雰囲気だけでねいいなと思わずに、じゃあこれするためにはその裏にどういうことが必要なのかなと、この電気自動車するためにも何が必要なのかなっていうことをちょっと考えて調べてもらうと、まあこういうメディアの情報にですね騙されるようなことはないかなと思います。まあその屋根の上にね太陽光を乗っけるとかっていうのは僕別に構わないと思うんですけども、まあ太陽光はですね、その私の考えで言うとお客さんがつけたいからまあつけたいっていうふうにしないと、なんかその世間的になんかそのエコだからとかなんかその省エネだからとか自然に優しいからとかっていう理由でつけるのは僕やめた方がいいと思います。太陽光発電を自分が載せたかったら載せるだけで、世間のなんかそういうこういうねメディアの情報なんかには関係ないことだと思うので、メディアの情報にですねこう引っ張られないようにしていただけたらなと思います。まあ他にもですねこのメディアの情報でたくさんこう悪い情報が拡散していることはありますので、まあちょっと皆さんメディアの情報には気をつけていただけたらなと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございました。